こんにちは。今回紹介する美少女は久保しおりさんです。この動画では久保しおりさんの着衣など、ワーク画像、制服画像なんかのあいな写真を紹介しています。身長161センチ、3サイズ非公開、推定 B カットのスレンダーコリです。乃木坂46の3期生として活躍していて、2017年7月30日には、女性ファッション誌セブンティーンの専属モデルになっただけあり、スタイル抜群です。乃木坂46では恒例の水着下ですが高い日も写真集を、2023年7月に、同役ファースト写真集、交差点初発売されます。撮影には1年もの期間をかけて撮影したそうなので、超期待です。過去のグラビアでは美脚の生足太ももを披露してくれたりしていますし、写真集発売まではそちらで我慢ですね。これはたまらんレベルのものを集めたので、どうぞ最後までお楽しみください。乃木坂46のメンバーとして活動している久保しおりさんの今までのグラビア画像で見せた普通に可愛い制服や和服の絵や写真を3サイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った久保しおりさんの写真があったら、高評価ボタンやこの写真がいいなどの熱い思いをコメントに出してみてください。概要欄に久保しおりさんの写真集サンプルリンクを貼っています。無料で見れるものもあるのでぜひ見てみてください。着用回が何気にセクシーです。キャミソール姿も入っています。タンクトップにショートパンツ姿も入っています。そう見ると何気に露出をしているのかも。とにかく清楚で偉人な感じがたまらないです。乃木坂46の中でも清楚な空気感を漂わせている久保しおりさん。2001年7月14日生まれで宮城県の出身。2016年に乃木坂46の3期生オーディションに降格をしたことをきっかけにアイドル活動を開始、同年の12月に晴れてデビューを飾っています。2018年6月頃から体調不良で活動を休止していましたが、同年11月には復帰をしています。今現在は元気に乃木坂46のメンバーとしてバリバリに活躍をしています。久保しおりさんは2017年からファッション誌セブンティーンの専属モデルにも抜擢をされ、モデルデビューもしています。デビューが2016年で専属モデルの抜擢が2017年と、デビューから1年足らずでセブンティーンと名高いファッション誌の専属モデルに抜擢されるのはめちゃめちゃ早いですよね。そんな久保しおりさん、球団創設時から楽天イーグルスの大願だそうで、宮城県出身ということもありますし、小学校3年生から中学校3年生まで東北楽天ウォールデンイーグルスのオッシャラチアリーディングチームもある東北ゴールデンエンジェルスに所属していたらしいです。2020年には楽天のホームグラウンドで始球式も務めたそうですし、故郷に錦もしっかり飾って素敵な女性ですよね。大体が直位でしたのでエッチかどうかは分かりませんが、ものすっごくしっとりとした女の子なので癒される気持ちの方が強いかもしれません。こういう美人な女の子は無理に水着にならずに、こんな着衣ショットを貫き通した方が逆にかっこいいのかもしれないですね。唇の上にあるほくろもセクシーですし、ドア美少女としてこれからも活躍していってほしいですね。では久保しおりさんのエッチな写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。
いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。